皆さんこんにちは、ナリ TV です。皆さんハーフアニバーサリー楽しんでますか？珍しくねこういう声を入れて動画にしてるんですけど、まあ、これねアフレコなんで実際にこのガチャやってる時に録音してるわけではないんですけども、後から声入れてます。今回ね前回の100連っていうので100連でね1回も1つもね星4の武器防具、何もね出なかったっていう動画を出したと思うんですけれども、今回はそのね続きと言いますか、同じハーフアニバーサリーでやったねガチャ、こちらの方の結果をこの実況と言いますか、ちょっとねこう愚痴を入れながら言っていきたいなと思います。まず前回は無料のチケットかな、鍵か、無料の鍵です。28連ぐらいやって、その後に、80、70連ちょっとか、ジェムの方でやったんですけれども、今回はその後なんですけれども、その後に続けて80連やってるんですけれども、まずその80連の前に今回もハーフアニバーサリーの無料のね、チケット、これも鍵か、鍵でできるプレイ10連ガチャが5回できる、50連分できる、そちらの方のまず結果を出しています。そちらの方もねちょっとなかなか厳しかった、っていうよりもね、やっぱり無料のやつなんでね、こうそれで出たらラッキーぐらいの感じだったんですけれども、今回もねやっぱりね50連で1個も出なかったね、ボーグすら出なかったんで、そこら辺がちょっと厳しいなっていう風な感じに思ってるんですけども、ハーフアニバーサリー全般的にどうでしょう、なんかちょっとツイッターなんかを見ててもちょっと出づらいのかな、出にくくなってるんじゃないのかなっていうのがちょっと個人的な感想ではあります。まあそれでねこれ人それぞれの感想だと思いますんで、実際とその中にもね出てるよっていう人もいると思うんですけれども、自分はね全然ハーフアニバーサリーにはちょっと縁がなかったなっていうことで、50連っていうことでやっで、ちょっとね、30連、10連、10連っていう風にちょっと分けてやったんですけれども、それをやって一つも出なかったということです。その前のねほらステップアップガチャあったでしょ、ステップアップガチャの時もね結局何も出なかったからね、そういうことで、ここ最近ちょっとガチャ運がないんですけれども、さあ今回はねあとじゃあどうなったのかっていうことで、前回100連では1個も星4出なかったんだけれども、まあ、一応ね確定枠っていうんだか天井っていうのかな、そこではね一応ドラゴラム出たんですけれども、まあちょっとねドラゴラム1個出してそれで終わりにするのかみたいな感じのところちょっと自分の中ではあって、やっぱ100連でちょっとゼロがちょっときついなっていうのが少しありました。でその100連後に実は言うとこのね今50連のガチャの前に80連してるんですけれども、まあ、今回なんで逆にしたかっていうと、まあ、結局はそっちで出てることは出てるんですけれども、まあ、結論から言いますと80連で1個でした星4が。いや厳しいね。ってことは180連やって星41つだからね、プラスこの50連まで入れちゃったら230連で1つだからね。いや厳しいな。いやもちろん天井っていうのがねあるから、あこれですね、ここから始まっていくんですけれども、まずここでね残ってる分、24000ジェムあったんでそれを全部使い切っちゃおうということで、まず100連でダメだった後にやったんですけれども、今回はなんとね最初の10連でね出てくれた、よし来い来い来いっていう風に思って、まあ、来たんです。来ちゃったんだよ、うん、動画的には来なくてもよかったんだけれども、まあ来ちゃったんだよ。だから来たからにはよし、じゃあこっから前の100連をね、来たゴメちゃん来た、でドラゴラム、まあ天井の時に1本出てたんで実際これで2本目です。だからそう考えると110連で2本なんで、実は言うといいんだと思うんだよね。いいんだけれども、ただ星4っていう風に考えるとやっぱりね、やっぱ防具も欲しかったし、やっぱりアバン先生のね上下欲しかったしさ、やっぱり防具、他の武器じゃなくて防具だとしても1個でもいいから出てほしいなっていうのが個人的な感想。まあ武器は2本出たけれども、その武器2本のせいでなんか全てを犠牲にしちゃったのかみたいなところがちょっとありますね。だからやっぱり武器と逆にね、じゃあ星4の防具とか他の武器が出てドラゴラム出なかったらどうすんのって言ったら、それはそれできついよね。それはそれできついんだけれども、同時に分かってほしいのは、
他のね武器だって出れば、かぶって出たとしても、それがやっぱりレベルを上げて、奥義のね、レベルが上がればね強くなっていくんで、開幕で打ったりとかね、いろいろとあるんで、そこら辺がねドラゴラムだけじゃなくて、そこら辺もちょっと出てほしかったなっていうのが正直な感想です。でちなみにこの最初の10連だけ調子よくて、その後はね期待したんだけど、残りの70回は全部ダメでしたね。これがやっぱりね、だから、あとね20連かな、20連で結局また天井確定になるんだけれども、まあ、ここどうしようかな。でも正直今ジェムないから結局課金すればいいんだけれども、ちょっとね悩んでる。この20連でね、例えば出てくれればいいよ、いくらかね。でもね、なんかもう今回のハーフアニバーサリーの自分のね、まあこのナリ TV の運的にはないんじゃねえかなって、ちょっともう結構悲観的になっております。だからもうやんねえ方がいいんじゃねえと、その確定天井のところのために20連やるかどうかっていうね、ちょっともうそこまで、いや通常だったら絶対やるのよ、こんなにあの星4が出ない、まあ普通にねちらほら出ていれば、あの天井までもう一回行こうっていう風にやるんだけれども、課金してね、今回はちょっとね、ちょっと渋かったなっていう。こういう時はちょっと個人的にはハーフアニバーサリー少し出やすくしてあげた方がね、それは武器じゃなくてもいいんだよ、武器じゃなくてもいいから、少しでも出やすくしてあげた方が課金する方としてはしやすいかなっていうか、とりあえず星4は出るじゃんみたいな感じでね、そこで出たのがたまたま防具だったとか、そういうところに他の武器ピックアップ以外の武器だったとか、そういうことはあるかもしれないけどね。だから今回ねちょっと厳しかったなって。星3はよく出るんだけれども、そこじゃないんだよね、やっぱ星4なんだよっていうことで、今回非常に、厳しかったなっていうことをアフレコで、これ今回はアフレコなんだよね、その場でね、あのガチャはどうしてもね、あの早くやりたくてガチャだけ録画してやったんだけども、今回ちょっとねあまりにも悲惨だったんで、せっかくなんでねアフレコで少しこういう風に皆さんとこう近づく機会もないんでね、ちょっと声出しながらやっていこうかなと思いました。今後ねどういう風な感じで、魂の絆、玉傷の方の動画を出していくかわからないんだけれども、できればねやりたいなと、生放送なんかもやりたいななんていう風に気持ちはあるんだけれども、なかなか、作業っていうかね、その準備のところがうまくいかなくてできてないんですけれども、どこかでねまた皆さんと一緒に生きるような時があればやっていきたいなと思います。さあもうね結果言っちゃったんでね、もう、まあ、ここでもう、はい、じゃあこの動画終了でもいいんだけれども、できれば最後まで見ていってください。さあもうちょっとかどのぐらいになった、ちょっと確認しよう、喋るだけ喋ってね、ちゃんと確認してないから、この iPhone の動画編集 iMovie かな、ムービーか、それでアフレコっていうやつがあるから、それやってるんだけれども、ちょっと今どのぐらいなってんの、あといくら残ってんだ、あちょっといや微妙に見えねえな、あこれで終わりか、これで終わりだね。さあいい感じに話も終わりましたね、こんな感じでした。では次の動画でまた会いましょう、またね、バイバーイ。